こんにちは、スターヒロジです。今日なんですけど、釣り人社さんの立ち入り禁止についてですね、ちょっと進展があったんで動画にしたいと思います。ちょっと署名でメールでなんですけど、今日釣り人社の方にここは立ち入り禁止じゃないのかっていう問い合わせをした方から、こうですよって言われたっていうことを、動画にしたいと思います。前回の動画でここは立ち入り禁止ですっていう役場の方に確認取ってね、立ち入り禁止っていうの分かったんですけど、それを電話したみたいです、釣り人社の方に。そしたら、確認しますということで、折り返し待ちで、それから折り返しが来たらしいんですけど、電話が、やはりここは立ち入り禁止なんで、ここは通ってないと言ってたみたいです。ここは通ってないで、どうやって行ったかというと、川を完全遡行したらしいですね。立ち入り禁止は断じて通ってないんで、川を完全遡行で行きましたと言ってたらしいです。はい。ここは立ち入り禁止です。で、川なんですけど、ここに行かれた方はわかると思うんですけど、僕も知ってるんですけど、入り口がこうですね。写真の位置がこう歩いてる写真で、ここが立ち入り禁止ですね。で、ここを通らずに、川を完全遡行したらしいですよ。この川ですね。ここを完全遡行したらしいんですけど、まずこの写真を見てわかる通り、この川はね、完全遡行できるような川じゃありません。必ず林道に上がらないと、突破できない堰堤が、3つぐらいあります。はい。こうなってますね。ここなんかもう完全に林道に出ないとね、突破できないですね。釣り人社の方は、この川を完全遡行したと言い張ってます。これがね、ちょっとね、林道は、ここが、通行止めというのは認めて、川を完全遡行してるらしいんですけど、行ったことがあるかどうかわかんないんだけど、本当にね。行った人はわかると思うんだけど、この川は、そこを、不可能かどうかわかんないんだけど、材料を使って、ハーケン打って、そういう世界ですね。そういうのは単なる釣り人が行けるかっていう話でね。で、大体、こういう、ね、動画で出てると、それも立ち入り禁止っていうのをね、告知してないっていう時点でね、メディアとしてはまず罰ですね。で、これだとね、確実に間違ってね、みんな行っちゃうんで。でね、川を遡行してるっていうんだけど、こんなとこ行ったら、絶対に怪我人とか出ちゃうんでね、それも告知してない、表示してない。という時点でダメだと思います。はい。以上が現在の、現状ですね。釣り人社としては、立ち入り禁止は認めて、川を、これを完全遡行したそうです。はい。信じるか信じないかは、皆さんの判断に任せます。まあ、行ったことがある人から言うと、完全遡行は無理だと思います。はい。以上、とりあえず報告でした。今日はこれにて終わります。これからまだね、調べて、情報を集めてるんで、なんか、情報がある方は、僕の方まで、メール、連絡ください。はい、以上です。